アルジュレス・シュルメールは、フランス、奥下にー地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。アルジュレスは、左室の海岸にある海水浴場で有名である。国道914号線によって、ペルピニャンと接続されている。都市交通については、県による交通網で、ペルピニャン、セルベール、セレと接続されている。ナルボンヌポルト線が停車する、アルジュレス・シュルメール駅がある。 出る、ラングドックルシオンの路線もある。地中海性気候である。冬は寒くなく、この時期に強い突風が吹くことがあるが、気温が摂氏15度に達することがある。夏は暑く、最高気温がしばしば摂氏30度を超える。しかし、北西風であるトラモンターヌの影響から、ルシオン平野には、涼風がもたらされる。カタルーニャ語での地名はアルジャラルスである。 フランス語を模倣して、アーガラース・デ・ラ・マレンダという名称も、近年に、他のフランスのアルジュレスの名のコミューンと区別するために、使用されている。歴史的に、アルジュレスに関する最初の言及は879年の、ビラ・デ・アーグ・イラリーズに遡る。名前は10世紀には、アルゴレリアム、アルゴレリア、アーケギリアと形を変えていった。語源には2説がある。 街並み現在の都市の場所には、有史以前から人が暮らしていたことが明らかであり、2箇所のドルメント、鉄器時代の納骨堂以降がそれを物語っている。都市は、ルシオン博の直接支配下に入った後、カタルーニャ王、そしてアラゴン王の手に渡った。13世紀から14世紀にかけては、アラゴン省とマヨルカ省の対立の中心となった。1298年に、 マヨルカ王ジャウメセ世とアラゴン王ハイメセ世の間で和平条約が結ばれたが和平は長く続かなかった。さらに1344年アラゴン王ペドロギ式王軍に行為された。15世紀後半にはルイ11世軍に行為されている。1659年にフランス王国の地下となる。1793年にはスペインのリカルドス将軍の軍に 好意されている。スペイン内戦末期の1939年、数万人の共和党派の人々が国境を越え、フランス当局によって、アルジュレス海岸のすぐ北にあるアルジュレス強制収容所に収容された。これは、第二次世界大戦中は外国人を収容する強制収容所となり、1941年9月には、青少年訓練施設に転用された。 20世紀初頭からアルジュレスの人口は一貫して増加し、都市域は農村と砂浜の間、さらにアルベール山地に沿う平野部へと拡大していった。1999年の国勢調査は9年間で2000人の人口増という顕著な実態と示している。この成長は観光に支えられており、1950年代以来、アルジュレスはその全域に、 何千もの観光客を受け入れている。参照元、1962年以前イヘス、1968年以降は INSEE。ありがとうございます。